紳士王国堂々完成。我が輩誰かに見せたくてたまらない。ふん、おお、よく来てくれたね。ここが我が輩の超素敵紳士王国。さあ、心ゆくまで楽しんでくれたまえよ。義昭様、先ほどの御仁は敵でございますだよ。なんと趣味の悪い影武者があんなにも。我が輩の超素敵紳士王国に早速攻め込む者が。極秘に進めていた人類皆姫紳士計画が漏れたのかね。ではただで返すわけにはいきますまいだね。素敵なヒゲ同士、素敵な瞳同士、我が輩たち見まごうことなき素敵紳士でござりまするな。その通り、この素晴らしい超絶素敵紳士王国をしっかり自慢して世に広めてもらおうじゃないか。はばかりながら今こそ進軍の好機と存じますれば。よし、もっと目立ちたい同盟を作ろうぜな。認めないとも、目にゴミが入ったのだ。次なる自慢場所を求めての船出である。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。兵を率いるとはまこと艱難続きにござるな。まあこれからこれから。時と場所に合わせた身だしなみこそ紳士。衣装部屋に行くよ。諸君、しっかり身代わりになりたまえよ。お任せくだされ。ヒゲが取れた。ああ、もっといいヒゲつけておけば。話したいと思った時に話してくれればそれでいいさ。それが信長様のお望みだ。紳士は紳士に心身を鍛え、紳士を得てこそ紳士でござる。もう見つかったのかい。我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。紳士は永久に不滅だよ。どうかね、この衣装貴公には着こなせないだろうが。所詮は一回のものに過ぎぬか。まだまだ、この超素敵紳士王国の1割も自慢していないよ。姫立ち花目や、余が手足を収しながら君子どものしつけを頼むわ。いつ見てもいい。我が輩の素敵さ、まさに生き写しの銅像。少し閉じったくらいで
誰もあんたを責めやしないさ。ここに果たせ。信じてるから。ことも許さない。戦も楽じゃないね。完全世界のいずれにも世を制しうるものはなし。